ビナーズイフットボール対決 in 広島。イエーイ。オッケーだね、頑張ります。ああ、なるほど。いいね、ちょっと冷てる。いや、やっちゃったんじゃないの？しない。画面見たからこっち。
最後幸次郎さん、アダッス、シゲの4人じゃあ順番どうしますか、4人の自分が最初ぶち込んで、うん、俺がもう俺2番手ですね、俺3番手で、俺も先に3番手いやいやいや進まん、幸次郎くん1番、アダッス、はい、2番が、はい、ケイオくん、3番がシゲ、はい、4番が幸次郎さん、はい、ということで、ちなみにどちらが私は前半で前半が三田選手、後半が田中選手ということで、それではじゃあ早速行ってみましょう。おいっす、ちょっと待って。
これ2人だろ、こっちもいる、ちょっと、うわっ、いやだやっぱり格の違いっていうんですかね。いや夢一応夢叶ったんですけど、うん、どうでした夢。夢なんて打ち壊されました。打ち壊されました。ケイコ君どうですか、まあ、後輩対決っていうかさ、その。俺はまあゼロゼロだったんですけど、やっぱ勝ちきれなかったっていうのがちょっと悔しいですね。あとやっぱりファイナルスがもう手震えてたんで、親指もうその時点できつかったなって思いますよね。水田選手どうした。実際に普段一緒にプレーしている選手だったり、まあ、自分を実際使ってみて、やっぱ知りなかったになりましたね。わあ、確かに。田中選手はね、もう2ゴールということで、もうあわよくはね、ハットトリックというところでしたけど、どうでした？たまたまなんですけど、自分が2点決めてくれたんで、よかったです。ああ、よかったです。まあまあ、でもね、これ別にまだ終わってないんで、勝ったみたいなの言っちゃったら、もう一回あるんで。ということで、ちょ第2試合目は、はい、私と、翔平君と梅ちゃんと高くんで、OK、倒せるように頑張りたいと思います。頑張るよ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 。ちょっとじゃあ順番どうする？俺行こうか。おう、うん。最初大丈夫。最初の方が梅ちゃん。最初に。俺は梅ちゃん。梅ちゃんから次行くわ。じゃあ第二試合目は1番高くん。OK。二番が翔平君。3番が僕、ウンパ。4番、最後が梅ちゃんです。梅ちゃんですよ、ね、え、ここの2人は前半後半は入れ替わるということで、入れ替わるんや、余裕がありますね、これちょっと王者食べられてるな、ガイゴガイゴ、ちょっとじゃあ、なんかそれで試合目やっていきましょう。じゃあそれでは、第2試合目、キックオフ。よっしゃナイスパス、ナイスパス、ナイスパス、やばい、いいぞ、最初のパスナイスカマ、ナイスカマ、守備もうまいよ。いや、なんだ、もうさ、
2試合に。
通してゲストとして気持ちよくゲームやってもらいました。あーなるほどね。まあ確かに我々にゲストとして迎えてますから、そうですちょっとそれはありますよね。そんないつも撮ってるところでやろう。あー確かにそこでね、だからヨミちゃんも気持ちよくさせるためにまさにね、うん、両手つぶってたからね。両手つぶってあれできんね。うん、できちゃうできちゃう。あー練習どうした、ハットトリックできたんで、よかった。マジか、だってこれ2000合計でいったらもう5点ですよ。ちょっと、とんでもない選手だ。高君、どうしたらいい試合ね。いいんじゃないですか、ちょっと。あんまり自信ないって言ってたから、ちょっと、うん、最初の黒子の。あれ、なんだよ。あれ多分、駆け引きに負けてますから。もうやられてたんです。最後、ちょっと、あんまり、とんでもない選手って言って。あ、俺、いけるじゃん。なってたじゃん。ありますね。僕強いですよ。はい、それではですね、私の方からサンフレッチェ広島さんからのお知らせをお伝えしていきます。9月3日に行われます明治安田生命 J1 リーグ第28節清水エスパルス戦、エディオンスタジアムで行われます。そこで、エンジョイ e スポーツメガエッグ e フットボール2022体験会というのが開催されます。そちらでですね、最新のバージョンの e フットボールを楽しめるということですので、しかも、サンフレッチェ広島のスカッドを使ってね、プレイできるということですので、ぜひ皆さん行ってみてください。詳しくは概要欄の方に載せていますので、ぜひ皆さんチェックしてください。ということで、ウィナーズ対サンフレッチェ広島の e フットボール対決はサンフレッチェ広島さんの勝利でした。ありがとうございます。そしてね、次は、はい、イングランド式シュート対決を2人と、ね、対戦させていただけるということですから、そっちの方がどうよ、そっちの方がどうよ、ぜひともまた頑張っていきましょう。そして、これからもね、ぜひ、イフトボールチャンネル、ウィナーズの活躍を応援よろしくお願いします。おはようございます。 J リーグサンフレッチェ広島の応援も皆様ぜひともよろしくお願いいたしま す, おはようございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。